すごい大きな節目の展示をいい形で作ることができたので、より一層その2章への始まりを強くこう今欲しているっていう形になってます。写真というものに対してきちんと問題意識を持ってるっていうところと、このビジュアルのこう強さっていうところがあります。その時の自分の感情とか考えてることにリンクするようにいつも書いてて。2つの祖国に根を下ろす方法の模索をきっかけに、時代や、土地やいろいろなものを超えて物事や人々がこう地続きになる瞬間を紡ぐっていうことを作品でやりたいと思って日々制作しています。今回の展覧会は「私の旅の始まりはあなたの旅の始まり」というタイトルをつけております。私と私の母であり写真家である落合由里子と共に、展覧会を作っています。でこういったことは初めての試みで、2人の作家の2人展という構造をとった私の個展という形になっています。で当初は一人で作品を作る予定だったんですけれども、いろいろな紆余曲折があり、作家である母に自分自身が生まれたきっかけとなる旅の話を質問をしても答えを得られないようなちょっと難しい状況になってしまった時に、2人でこう展覧会を作るというアイデアを持って、でそこをから全てがこう必然的に収まるところに収まったような形の展覧会のビジョンが見えて、写真家の母とこう作品を通して対話をしていく中で、母がそのベルリンの壁の崩壊をテレビで見ていて、このテレビに映っている人々を生の人間として感じたい、話したい、触りたいっていう気持ちを持ったことをきっかけに、壁が崩れてすぐにベルリンに飛んで、ヨーロッパも革命が起きるような時代の変化が激しい時だったので、ルーマニアに渡って、革命をそこで目の当たりにしたりとかっていう、そういう、激動のところに飛び込んだことで、自分が生を受けたということがあるんですけど、今から約、30年近く前の時代をこう振り返りつつ、そこから時間とか人々の命とかは全部つながっていて、歴史もつながっていて、でその2人の、表現者、写真家の落合由里子と現代美術館のスクリプカリ落合アナの作品のこう対話を通じて、いろいろな人がこうその人にとっての旅のこととか、親子の関係とか命のつながりとか歴史と自分とか、あと人が移動する意味っていうこととか、そういったことを持ち帰っていただける展覧会になればいいなというふうに思っております。本来だったら今1年間ルーマニアに研究に行っていたはずなんですが、ちょっといろんな国境の壁とかが高くそびえて、自分のもう一つの母国のルーマニアもなかなか簡単には行けない状況になっていて、いち早く私はそのルーマニアに行ってその土地で四季の移り変わりとかそういう時間を過ごしながら、その土地に根を下ろすことの意味ということを見つめていきたいなっていうふうに思っていて、作家としての第1章の一番大きな節目の展覧会が今回の展示なんですけれども、そのルーマニアに渡ることによって自分の中のいろんなものが大きく変化するっていう、すごい強い予感があって、その第2章を早く始めたいっていう気持ちが、特に今回こういうすごい大きな節目の展示をいい形で作ることができたので、より一層その2章への始まりを強くこう今欲しているっていう形になってます。はい。小林さんとは美術手帳のインタビューの仕事をした時に出会って、小林君に対して僕がインタビューをするっていうことだったんですけど、金髪で真ん中に「反逆分子」って書いた T シャツ着て、ものすごい強烈な印象だったんですね。でそれから水戸芸術館っていうところで僕がキュレーションした「ハローワールドポストヒューマン時代に向けて」っていう展覧会に出ていただいたっていうのがあります。そこからこういろんな形で小林君と連絡を取り合ったりとか、彼の活動を見ていたりしていた流れで、去年エンカウンターズっていう全フロアを使って26人の作家が参加した超カオティックな展覧会やったんですけど、その時に出ていただいて、次は個展やりましょうっていう話をしました。小林君のすごくいいところは、その写真というものに対してきちんと問題意識を持ってるっていうところと、このビジュアルのこう強さっていうところがあります。で写真は真実を写すって書くじゃないですか。でも実際にはフレーミングとかエフェクトだったりとかで違うものにしている、ある種のこう嘘が入ってくることがある。だけどそういった部分の操作とかをこう誇張して見せることによって、間に機械だったりとかそういうものが入ってるんだよっていうことを、すごく示すというところが一つあります。なのでそのメディアに対する批評的な視線というのを彼なりに持っているということですね。でもう一つはやはり彼は絵を描くことを一つこうルーツにもしているので、その写真を一つのこうパレットみたいな形にして。こうビヨーンとこう写真のある色をこう伸ばしていく、そういうのが勢いよくこう描かれている大胆さっていうのがすごくかっこいいところだと思いますね。その自分にとって大事な方法論、手法っていうものを発達してこの展覧会をやってます。もちろんそういったこう写真のコンテクストをこう踏んでいるっていうところや、今の新しいインターネットやテクノロジー、メディアってものを扱った作家もすごく調べた上でやっているので、すごく今時センスを持っているっていうこともありますし、ダンヒルとかヴィトンといったファッションの人たちとコラボレーションして、別の場所でステージでこう表現していくっていうところにもこう積極的にチャレンジしているっていうところが、彼のもうこういろんなところにこう広がっていく可能性を感じさせる部分ですね。でその平面の中で展開されてきたこうスナッチのこう引き伸ばしてきた部分っていうのが、今回の展覧会では立体でこう飛び出してきたりとか、映像として展開している部分、あとレンチキュラーっていう見る位置によってその見え方が変わる素材を使った新しい試みをやっているのが、そういったところは今回の展覧会の見どころだと思います。言葉は、自分が普段考えていることとか、あとは最近の出来事とか、そういうものに対しての気持ちを書いてるんですけど、でなおかつそれは決めつけとかじゃなく、あえて曖昧な意味にすることによって、こう見た人がいろんな解釈ができる余地みたいなのを残してる言葉を選んで書いてます。作品は基本的にその時の自分の感情とか考えてることにリンクするようにいつも書いてて、怖い時もあるし、可愛い時もあるんですけど、基本的にはおどろしい感じに書いてて、その中にちょっと悲しさみたいなのが入ってるように書いてたりもしてます。今後チャレンジしたい制作は、すっごいでっかい場所でいっぱい展示したいですね。あとはめっちゃ長い巻物みたいなのにこう全部つながってる長い作品作りたい、神話みたいな。